熾烈な争いを食いをげている、AI、業界です。チャット GPT が来年1月から値上げえマジはい続いて OpenAI の動画生成 AI 空がリーク 2025IT エンジニア版大賞はいということで今日の動画なんですけどもちょっと1週間の AI ニュースをまとめて紹介していこうと思いますまず1つ目のニュースですジェミニの最新モデルが最新ランキングトップ2ということでジェミニの最新モデルジェミニ X EXP-1121 ですね。これが AI 性能ランキングの総合で1位になりました。先週 GPT-4O がアップデートされてトップになったっていうふうに伝えたんですけども、まあこれ実は GPT-4O がアップデートされる前って一つ前のジェミニのモデル、ジェミニ EXP1114 っていうのが首位でした。で、一時的に先週 GPT-4O に抜かれたんですけど、今回のアップデートでジェミニ EXP1121 ですね。 まあこれがトップを奪還したということで、なかなかに熾烈な争いを繰り広げている愛業界ですね。はい、続いて、ジェミニアドバンストにメモリー機能が実装ということで、メモリー機能はですね、ユーザーの興味とか好みをジェミニが記憶するもので、チャット GPT で提供されているメモリー機能と、まあ、同じようなものですね。例えば、 毎回日本語で答えて欲しかったらそれを覚えさせておくと毎回日本語で答えてねみたいなことを書かなくて済むので便利っていう感じですね。あと自分の職業とか、まあ、こんな時はこんなフォーマットで出力してみたいなものを記憶させておくと結構便利なので、まあ、使えたらね、ぜひ使ってみてください。この記憶させた情報に関してはいつでも確認、編集、削除することができます。ただ、チャット GPT のメモリー機能とかを使っていてめちゃくちゃなものを記憶していたりすることがあるので気をつけてください。例えば何かのやりとりでポジティブなことを絶対に書かないでねみたいなのに言ったことがある なんですけどそしたらそのメモリー機能のとまあメモリーのね管理を見たらユーザーにポジティブなことを出力するのは現金みたいな。 ことが書かれていて、まあそういうことじゃないんだけどなって思ったことがあります。まあそれはその時だけのそういう内容で、まあネガティブなことを書いてほしい時だったんで、まあそういうふうな指示をしたんですけど、みたいなことが結構あるから気をつけてください。なので、最近自分のチャット GPT ばかだなんとかどうなってんだろなって思った時に、メモリー機能の記憶されているものの一覧を見てみるといいかもしれないです。結構めちゃくちゃなものが記憶されていたりするので。ただ、現時点では英語のみに対応しているので、皆さんには関係ありません。 はい。まあ利用するには月額2900円の Google One AI プレミアムプランに加入する必要があります。はい。続いて ChatGPT が来年1月から値上げ。え、マジ ?Open AI が 日本のチャット GPT ユーザーに対して来年の1月1日からチャット GPT プラス等の有料サービスに消費税10%を加算するとメールで通知しました。これまでオープン a i のサービスは日本の消費税の課税対象外でした。来年からは日本のユーザーも消費税込みの料金を払うことになります。なので、例えばチャット GPT プラスの料金が今現在月額約3000円なんですけど、来年以降は消費税10%が上乗せされるので約3300円になるということです。なんてこった。 はい。続いてオープン a i の動画生成 AI 空がリーク。どうなの今年2月にオープン a i が発表した動画生成 AI 空は当時かなり話題になりました。まあ、当時最長でも10秒ぐらいの動画しか生成できなかったんですけども、空は1分ぐらいの滑らかな自然な動画を生成できたからですね。当時それがすごい話題になったんですけど。まあそれってでもまだリリースされたものじゃないので、あくまでデモ動画とかそういうのを見ての感想だったんですけど、で、空、 が2024年中にリリースされる予定っていう風になってるんですけど、今の現時点ではまだ公開されていません。今日が11月の28日です。もう残り時間ありません。しかも当時のクオリティのものを今出しても他の動画生成 AI の方がすごいって言われてしまう地獄で、まあ、その辺をどうするんだろうなっていう感じで。ただ一部のユーザーには、 あの限定で早期アクセス版っていうのが提供されているみたいで、でこの早期アクセス版を利用するにあたって、OpenAI の対応に問題があるとして、講議のためにユーザーの一部が情報をリークしたっていうのが、今回のソラ、まあのリークにつながっています。まあ、アメリカにも触れ回っていたんだね。はい、具体的には OpenAI から法廷的な意見を発信するように圧力をかけられて、適切な報酬が支払われていないということですね。 ただ、今回リークされた動画に関しては動きが自然で、で本物の映像みたいなね、そういうのくらいクオリティが高いということで、これはこれですごいやんと。ただ、2匹の犬が回転する動画だと2匹が混ざっているような不自然な箇所も見られるし、中には細かい部分が破綻している動画もあったりするので、まあ完璧かって言われたら当然完璧ではないんですけども、まあかなりクオリティとしては高いということですね。 で、この空のリリースが遅れている理由として、オープン a i は必要な計算リソースの不足っていうのと安全性の確保っていうのは出ています。まあもはや空出る出る詐欺みたいなんで一生出てこないから興味を失いつつあるんですけど、まあ、逆にこれから出てくる空がどんなものかっていうのを出なさすぎて、またもう一周、二周ぐらいして興味を引かれたりもしています。 はい。続いて、ワークフロー作成ツール、ジンバフローが話題にということで、ジンバフローですね、データの取得分析、サービス連携など様々なワークフローを自動化できるツールとなっています。ワークフローっていうのは仕事のやり取りの一連の流れのことですね。例えば、ここからデータを引っ張って、こういう風に整形して、最終的にファイルをチャットワークに送る、みたいな、そういうことを自動化できるっていうイメージですね。ま業務フローの自動化って基本的にプログラミングスキルが必要なんですけど、 ま、このジンバフローを使うとプログラミングの知識がなくてもノーコードでワークスフローを構築することができるということで AI に詳しいそこのあなた。そうなんです。あの、有名なね DeFi と同じようなものなんですけど DeFi と比べると Google のアプリとか LINE みたいな連携できる他のサービスが充実しているという特徴があります。で、このワークフローを作るときにあらかじめ 用意されたテンプレートっていうのを利用できます。例えば、YouTube 動画からブログの下書きを作成するものとか、Google カレンダーの予定を LINE に送信するものみたいな、そういうテンプレートがあってそういうのを使うこともできます。まあ、テンプレをを使うことももちろんできるし、一部を書き換えてカスタマイズするみたいなこともできるので、まあ、結構ね、簡単に自分のその自動化したいことっていうのを実現できたりするので、えっと、無料プランでも少しは使えるんですけど、本格的に使いたかったら重量課金制の有料プランに加入する必要があるので、まあ、がっつり使いたい方はね、有料の方も検討してみてください。 続いて画像編集ツール f l u x ワ Tools がリリース。ということで f l u x ワ Tools ですね。f l u x ン Div とか f l u x ワ Pro みたいな生成された画像を、えっと、修正することができる画像編集ツールですね。まあ f l u x ンって画像生成 AI なんですけど。 で、このフラックスワンツールズでは3つの機能っていうのが用意されています。1つ目がフラックスワンフィル。これが画像のいらない部分を消したり、新しい要素を付け加えたり、足りない部分を補ったりすることができる機能ですね。例えば画像内の人が着ている上着を別の上着に書き換えるみたいなことができます。まあ誰がそんなことをするかわからないんですけど、そんなことができるということです。2つ目はフラックスワンディップスとフラックスワンキャニーですね。 画像の構造を保ったまんま、質感や色合いを自由に変更できるということで。例えば、建物の写真の色を変えたいけど、建物の形はそのままにしたい場合などに使うと便利です。言えばで防ぐことができます。3つ目、Flux1 DDAX ですね。これ、画像に少しだけ変化を加えたりとか、別のスタイルに変換できるようなツールです。例えば、人物画像をスケッチとかアニメ風の画像に変換することができます。これで、プライバシーも安心です。これらの機能は API から利用することができます。音楽生成 AI Snow の V4。 がリリースということで。このバージョン4では新しい機能っていうのが追加されています。一つ目がリマスター。以前のバージョンで作成した楽曲の音質を高品質でアップグレードできる。これがリマスターですね。次が d m e ですかね。dmy どっちでもいいかわかんないですけど。より 創造的な歌詞を作成するのをサポートしてくれる機能。そして次がカバーアート。これが音楽の雰囲気に合わせた目を引くジャケット画像を作成できるということで。ぶっちゃけスノーで音楽を作ることっていうのはほぼほぼないので、個人的にはどれも全く必要はないんですけど、他にもアップロードした音声の新しいバージョンの楽曲を作成できるカバーズっていう機能だったりとか。 えっと、楽曲の雰囲気を保存して、次の作品で同じような雰囲気を再現することができるペルソナンズ機能も搭載しているということで、名曲と同じ雰囲気で曲を作って著作権で揉めるみたいな未来が見えます。はい、このバージョン4に関しては、プロとプレミアユーザー向けにベータ版として提供されています。ブラウザと iOS アプリの方から利用することができます。続いて、音声合成ソフト i b i ス s p e e c h がリリースということで、これ、文章ごとに読み上げるキャラクターやスピード、テンポ、 あと音量、アクセントなど細かく調整することができます。英語、固有名詞、日付みたいなところも正確に読み上げることができます。さらに IbisHub っていう音声合成モデルを共有できるプラットフォームから音声モデルをダウンロードして利用することもできます。この IbisSpeech ですね、Windows と Mac の両方に対応しています。個人利用、法人利用、商用利用とまず基本的にクレジット不要で自由に利用することができるので、この辺は非常にいい印象ですね。はい、ということで今日は この辺にしておこうかなと思います。今後も最新 AI についてどんどん解説していこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。あと、チャット GPT& コーパイロットの教科書を発売しているので、よかったら買っていただけると嬉しいです。非常にフルカラーでイラストもたくさん入って読みやすい本になっています。Amazon のレビューとか見てもらってもね、かなり高評価がついていますので、ぜひぜひ AI 学びたい方は買っていただければなと思います。で、買った方はぜひ Amazon でレビュー書いていただけると嬉しいです。レビュー書くのめんどくさいよという方は、 点数をつけけていいただくだけでも大丈夫なのでよろししお願いしますはい、最後に一つお知らせですね。省エイ社という出版社が IT エンジニアがみんなで選ぶ今年のおすすめ本ということで 2025IT エンジニア本大賞というのをやっていましてそこにうちの本もノミネートされているというかうちの本も選ぶことができるのでもしうちの本が良かったよという方はこれ投票していただけるとありがたいです。こんな感じで省エ社のページに行っていただいてここに ISBN 入力するところがあるので、ここに入力してやります。まあ、番号が決まってるんでね。まあ、a z o n とかそういうところでも取得できるし。あとは、あの、概要欄にも載せておくんですけど。そうするとこんな感じで投票する本っていうのが出てきて。はい。あと、ここで技術書ですね。技術書かビジネス書かっていうのを選べるんですけど、ここで技術書を選んでもらって。で、まあ、コメントとかでね、ここに自由技術で。 まあなんでこれを投票するのかとかそういうのも選ぶことができます。6つまで投票できるんでね、他のやつも投票してもらってもいいんですけど。あとはメールアドレス、ここに入れてもらって、プレゼント企画に応募するということで。まあこれ応募してもらうと、まあ抽選でね、1000円分の図書、カード、ネットギフトをもらえるらしいので。はい。で、あとはこれにチェックを入れていただいて、確認で行っていただけると投票することができるので、ぜひよろしくお願いします。 ま、この辺の話は概要欄の方にもね、ISBN 番号と、ここの URL と、一通り載せておきますので、ぜひぜひ投票していただけると嬉しいです。ちなみに12月8日までなので、お気を付けください。まあ、本当にね、あの、頑張って書いた本だし、すごい評価も高いので、ぜひぜひ、ま、対象に選んで、選ばれると嬉しいなと思っているので、よろしくお願いします。ということで、じゃあ今日の動画はこれで終わりにしようと思います。では、ありがとうございました。 まあ先日ブログ始めたのでデモブログ拝見しています。ありがとうございます。ハンドプラスデモブログも公開してるんで、まあ、配信では映したりしてますけど、まあ、デモブログも参考になると思うので、まあ、見てもらえればと思います。まあ、キーワード選定とかそういうのは適当です。キーワード選定は適当。そこまでやっちゃうと持ってかれちゃうんで、普通に全部。まあ、これと同じもの書けばいいんだって思われてマジで持ってかれるんで。えっと、待ってよ。デモブログね。まあ、こういう感じのものを書いてますっていう、まあ、記事の紹介をするためのものなんですけど、まあ、ハンドプラスだとこんな記事書いて、 納品する別に何もやってもらうことないです。まあ、ジャンルはいるんですけどね。例えば、格安スマホみたいなんで、ブログ作りたいって言ってもらったら、キーワード選定して、構成作って書き書いて入稿して、内部リンク貼るみたいなところまでやってるんで、まあ、こういう感じで、ね、内部リンク。まあ、そうするとデメリットがきちっと飛ぶ。まあ、こんなところまでやってるんで、基本的にこの辺までは丸投げできます。なんで、えこれを見せるときによく話をしてるんですけど、別にうちに頼む、頼まないっていうのは、とりあえずさておき、 そのブログで稼ごうと思ったらこのぐらいの記事書けないともう稼げるっていうテーブルにも乗らないので気をつけてほしいなと思います。別にね、あのお金がない人もいると思うのでさすがにお金ない人の代行は受けられないので自分でやるしかないんですけどその自分でやるからとか初心者だから別にクオリティ低くてもいいかって言われたらそんなの関係ないので、まあ、初心者の方でも何でもブログで稼ごうと思ったらこのぐらいのもの書かなきゃいけないと思ってください。まあこれで稼げるって言ってるわけではなくて最低限このぐらい書けないと もう今の SEO とか、そういうところでは戦えないよねっていう話です。だから結構大変なんです。まあ、これ書くのに普通に、人によっては50時間とか余裕でかかっちゃう人いるんでね、1記事に。大変ですよ。普通に記事書くのは。まあブログってそういうもんじゃそういうもんなんで。まあ、ほんまにやるんだったら覚悟してやってもらうといいかなと思います。だって50時間でしょ。これ50記事書いたら2500時間ですからね。1日10時間やったところで250日かかる計算。1日3時間だったら3年ぐらいですか。か 休まずやって。まあ、それが50時間でできればいいっていうところと、50時間かけても初心者の人だったら、なかなかさっきみたいな記事にはならないので。まあ、自分のブログをちょっとね、あれしてもらうといいかなと思います。あ、ちなみになんですけど、何も今考えてなかったけど、自分のブログの記事どうですかっていうのはあったら、今見ましょうか。URL 貼ってくれたら。添削じゃないですけど、さっき映したんですけど、 これもわかんないじゃないですか。こういうものを書いたらいいって言われてるけど、なんか自分のブログができてるのかできてないのかっていうのがもうわからないっていう人もいると思うんで、全然言い,い、あの、言いますよ。まあ、自分なりにはこれと同じような感じで書いてると思うんだけど、みたいな。まあそんなのをやってほしい人がいたら、まあそんなあの一個一個の記事をめちゃくちゃつり添削するとかできないですけど。人生変えたいです。ブログでその道を切り開きます。いろいろと教えてください。まあ配信とかに来てもらったら全然答えてるんで、すごい頑張んなきゃいけないけど。普通に。 普通にすごいすごいすごい頑張らなければいけないけど。まあでもさっきも紹介しましたけど、ね、その、ハンズブラスとか頼んで、もちろん自分でもめちゃくちゃ頑張って、結果出してる人もいるわけなんで、もう人生変わってますよね。この時点で。まあ特にこの上の二人はすごいなと思いますよね。もう明らかに人生変わってますよね。ブログで。ブログ始めて10回って月30万でしょ。で、今月50万いけそう。もうだって、普通のサーディィーマンより。 10ヶ月 ?10 ヶ月ってことはないか。10ヶ月で30万で5ヶ月間35万キープの、だから、だから、どのぐらい ?1 年半もかからないぐらいで50万って。まあ、結構ぶっ飛んでますけど。まあ、でも普通にそういう人もいるんでね。で、先月10万超えることができました。まあ、これもそうですねあ。ちなみにこれ続きがあったんだ。まあ、続きっていうものの続きでもないか。まあ、誰かわからない範囲で。よくあ10万とか30万とか50万とかね。まあ、そのぐらいになるとほんまに人生変わったと言えると思うので。 そういうのを目指して、めちゃくちゃ頑張ってください。何が、昨日の配信でかなり言ったんで、昨日の配信見てもらっていいんですけど、やっぱ今の自分に何が必要で何をやらなきゃいけないのかっていうのはマジで考えた方が良くて。ブログ作って記事書いてて、それで人生変わるかって変わらないので、それは普通に趣味の人もいくらでもやってることなんで、そういうふうなもんだと思わないようにだけはしてほしいですけど。ハンズプラスのサイト見ました。3万円と記載されていました。これ1記事の相談ですかそれともブログ全体ですかいや、そう、そういうもんじゃないですね。制作代行なんで。あ、そのぐらいから 頼めるよっってていいうもんだだと思ってください別に1記事の値段とかそういうものでもないです。まあ一番下はそのぐらいから。例えば1000円で代行してくださいって何もできないんですよ。できる分に何もないんです。で、あと、えっと、1記事だけ作ってくださいもできない。これなぜかっていうと、いろんな工数がかかるからですね。今何記事だろう最低抵合10以上頼んでほしいというか、頼んでもらわないと受けれないっていうふうになってるんですけど、まあそれが、あのー、一番下が3万円ぐらいからっていう感じですね。まあ3万円で。 なんかできるかって言ったら、めっちゃ大したことはできないんですけど、<laughs> 口を出すだけじゃなくて、とにかく手を動かすことになるんで、制作代行って。人件費がかかるんです。例えばブログのアドバイス3万円ってめっちゃあるじゃないですか。まあ1万円ではあるか。1万円でブログのアドバイスしますって山ほどあると思うんですけど。でも代行1万円でやりますなんてありえないです。<laughs> なぜなら、こんな1万円でやったら儲からないからですね。全く。 というか、普通に赤字になっちゃうんで。まあ、その料金なり、なんかね、できることとか、そういうのはもう、実際に見てみてください。あの、ハンドクラスのサイトの方から、LINE の登録ができるんです、LINE に登録すると、さっきのデモブログだったりとか、そんなのが一通り見れるようになってます。あと、えっと、料金表ね、何がどのぐらいの値段できるとか、そういうの <laughs> デモブログ読んで、せ立してき <laughs> ます。なかなか、初心者の人にはね、大変な話ですけど、割とリアルだと思いますけどね、 初心者が書いてるような、いわゆるザブログみたいなのって、ほんまにしんどいです。A さんや A さんなど、ハンドプラスで実利出されている人、方との対談お願いできない,でできないんでしょうかいろいろお伺いしたくなります。まあ、難しいですかね。もちろんやってくれる人もいるかもしれないですけど、こっちからもあんまり積極的にお勧めもし,できしにくいですしね。 やっぱブログがバレることになるので、いろんなところに。いろんな人にバレることになるんで。まあそうすると当然いろんなものを調べられたり、被されたりとか。めんどくさいこともあるんで。だからなかなか難しいかなと思いますね。まあ人によるんですけど。別にそんなん気にしないよっていう人もい,ていると思いますけど。なかなか難しいです。あとあんまり関係ないですけどね。ハンズプラスって実績を出している方との対談って。別に関係ない。だって、制作代行なんであくまで。何も関係なくないですか。 そのただ制作が効率いいっていうだけで。例えば自分で記事を書いてうまくいってる人の話を聞くのと、ハンズプラス使ってうまくいってる人で何か違うかって言ったら別に違わない。ただただ記事書くスピードが速い。<laughs> 記事を効率よく作れるから別のことをできるっていうだけで。そんなに変わらないですけどね。普通のブログ運営と。その辺もなんか伝え方が難しいんですね。あくまでほんまに制作代行なんで。その自分が記事書いていたっていうところが、の業務の一部がの別のところに頼むっていうだけの話で。 そんな特別なもんでも何でもない。たまに言われるんですけど、ハンズブランス頼むことにすごい大、えっ、ー、と、罪悪感がある。要は自分で作業をしないといけないんじゃないかっていうことを言って、まあ、躊躇するみたいな人がいるっていう話を聞くんですけど、これはもう全くの勘違いですね。あの、制作代行を頼んだから自分が作業をしなくていいなんてことは全くないんで。それは全くない。だからそれはいつも言ってる、えっ、ー、と、美容室を自分で経営したいから、 中の内装とか工務店頼んだら悪いから、じゃあ自分で DIY で全部やりますって言ってんだと同じで。いや、やったらいいんですけど、まあ、できないじゃないですか。そんなこと。で、別にそれが仕事でもないですし。それは、その、例えば美容室を作って、じゃあ内装工務店にやってもらって、で、髪の毛切るとも、誰か代行の人を雇って、その人にやってもらうみたいな。いや、そうなるといよいよ、じゃあその人は何するのっていう話になるんですけど。まあ、てか社員だったら別にいいんですけど、それでも。<laughs> そういうもんじゃないですか。でもそういうもんじゃないので。 やることはいくらでもあるし、まあ、それだけで、ね、全部が全部うちにおんぶに抱っこってなるわけじゃないので。ていうか、やんなきゃいけないことはもう無限にあるので。のブログで稼ぐためにやんなきゃいけないことってめっちゃあるわけじゃないですか。で、ほとんどの人は何もやんないわけじゃないですか。まあ、それは稼げないに決まってるじゃん。で、ブログの記事書くぐらいしかやんなくて、その記事もそんなに稼げるような基準じゃなくて、じゃあヒリンクの書くとンを獲得しますか何もしてません。じゃあ、特に SEO 対策的なことしてますかしてません。キーワード選定大丈夫ですか多分大丈夫じゃないです。で、知識、経験、実績なくて。 時間もなくて、モチベーションもなくて。まあ、逆に稼げる方が不思議じゃないですか。それで。なので、昨日も言ったんですけど、結果が出てない人には、結果が出てないっていう、まあ、原因とか理由みたいなことが、ものがちゃんとあって、なるべくしてなってる。結果が出る人は、なるべくして結果出てる。もう本当にそれだけ。ブログ営、ね、記事書く以外にやる、山ほどやることあります。そうですね。山ほどやることある。これはほんまにそう。でも、その山ほどやることあるっていうのを全て、全て放置して、コンテンツだけを書いているんで。 とてもゆっくりなスピードで。ブログライティングの教科書に書かれていること、デモブログ参考に記事書いてみて LINE で相談しています。はい。それは待っています。まあなかなか難しいんですけどね。デモブログを参考にとかっていうのも。っていうのも、デモブログみたいなのまあハンドプラスでね、どんな記事ができるか気になるっていう方が多いから、その作っているわけなんですけど、デモブログみたいなのまあそのさっき出したこれですけど、でもこれって別に何も特別なもんじゃないんですよ。本来。これね。まあ興味ある人は。 あの、ハンドプラスのページから LINE に登録してデモブログ見てみてください。こういうの。これ別に何も得意、特別なものじゃない。特別なものじゃないってどういう意味かっていうと、本来検索結果にいくらでも転がってるものなんですよ。検索結果は無料で見れるわけじゃないですか。いくらでもこういう記事転がってる。でもそれでもほとんどの人はできない。もう全くほんまに自己流で書いちゃう。あんだけ僕が一生、その、調合の調査とかちゃんとしないとダメだよとかって言ってるんですけど、もうしない。しないっていうか、してもわからない。 自分の記事がその競合と何がどう違うのかって、全然違うんですよ。違うんだけどそれが分からなくて。まあ、できる人もいるんですけどね。うまくいく人は大体そういうのがうまいです。要はブログをやったことないけど、いろんなその検索結果とか見て、あ、こういう風うに書けばいいんだなっていうのを自分のブログでやる。で、それが割とちゃんとできる。再現できるんで。パクるとかそういう話じゃないそのうまくいってるエッセンスっていうのをつかんで、その自分のブログでやる。だから見た目みたいなことも。 結構3学解説してるじゃないですか。本でも言ってるし、YouTube でもこういう風な、あの、装飾とかをすると読みやすくなるよって、めっちゃ解説してるって、その通りやりましたって見せられるんだけど、それがもうめちゃくちゃなんです。なんでこんな業間空いてるんのみたいな。こんな見たらわかるじゃんっていう話なんですけど、明らかにこんな業間空いてないのに、その、一文一文でこんなめっちゃ業間空いてる人とかいるんですけど、それがわからない。な、なんでとにかく、なんか競合の記事と、なんか左右に並べて、こう、 自分のブログがね、どうなってるのかとか、どう直したらいいのかっていうのをひたすら見ていくっていうのは、まあこれはハンドプラス使う方が使わないか関係ないんですけど、そういうのはやってもらう方が絶対いいかなと思います。まあそれで言うとハンドプラスの良さね、もう一個あって何かっていうと自分のブログで記事を書くんで、なんかその延長線上でキーワード選定したり記事書いたりしたらいいので、マジで方向性がちゃんとするっていうのがいいところですね。なので検索結果とか見て参考にするんですけど、結局いざ自分のブログになったらどうしたらいいんだろうっていうのがわからなくなるんで。 まあだから、めちゃくちゃなブログになっちゃうんですけど。ただ、土台の部分がハンドプラスで揃うので、そういう意味で、その、そっからめちゃくちゃなものになりようがない。あの、昔よく、昔ってほど昔じゃないですけど、一年ぐらい前によく言ってた、覇行きの飛行機ね。あ、そうそう、長生きの飛行機。那覇行きの飛行機に乗ってるようなもんだっていう話をしたんですけど、キーワード選定をそもそも間違えてる人がほとんどなんですけど、まあ9割以上の人がキーワード選定を間違えてるんです。まあ今まで散々、ハンドプラスを始めかってからでも、 あの、キーワードに自信がないから見てくださいって言われて、街で本当に一人た,たりとってこのキーワード大丈夫だと思った人いないですけど、それって言ったら富士山に登ろうとして、那覇行きの飛行機に乗ってるようなものなわけですよ。要は富士山に登るのに、那覇行きの飛行機に乗っておかしいじゃないですか。そこに富士山はないんです。でも本人は大真面目に、その那覇行きの飛行機に乗って富士山に登れると思ってる。キーワード点って間違えてるってそういうもので、だってキーワード点って間違えてるんですよ。それで記事書いてるんですよ。まあ言っちゃ悪いですけど、全部無駄な。その1年とか二年とか。やってるのが。 だから、文章力を鍛えるって,ことっていう意味では、もちろん無駄にはなってないんですけど、でもそのためにやってるわけじゃないじゃないですか。文章力を鍛えるんだったら、もっといい方法が他にあるし、やりようっていうのはいくらでもある。稼ぎたくてやってるわけで、ね。でも稼ぐっていう意味では、正直全くゴールには近づいてない。だって全然違う方に行ってるんだから。で、そういう人がほとんどなんですけど、だからハンドプラスで、その、気まだ選定して、 ブログの土台みたいな下書きまでやって、ブログの土台を作ってやると、言ったら富士山の5合目まで連れて行けるんで、あと頂上まで登っていくだけなんで。登れない人もいますよ、もちろんそりゃ。5合目からって言ったって、頂上まで着かない人もいるでしょただ頂上見えてるんで、それは方向性とか、成功率っていうのは格段に上がるでしょう。だから、あとのもう5合目から上まで登ってもらうっていうのはもう自分でやってもらわないでしょうがないので。まあそこまでね、んぶに抱っこで、じゃあ5合目からはんぶして頂上まで連れて行きましょうとかってやると、 いよいよほんまに誰のブログか分からなくなる。っていうか、そんなことをうちがやる必要ないんで。じゃあ、自分のね、自社でメディアやればいいじゃんっていう話になる。自分のところでブログ作ってアフリエイトやったそこで売り上げ持っていけばいいって話になる。そうなんですよ。<laughs> それはそうなんですよ。ていうちもそうするんですよ、当然。だからそこまではやらない。その記事を作るっていうことは今うちの会社はできるんですけど、でもそれ以外にやんなきゃいけないことが山ほどあるんですけど、それをできるほどのリソースとかもないので、そこまでね。 要は制作はできるけど、運用のところのリソースがないので、だからそこは手を出せないんです。なんで、それはもう、あの、みんなにやってもらうしかないっていう。てか、そこまでやったらほんまに音文だっこで、誰のブログってなるから、それができたとしても自社でやるんですけどね。結局、それをわざわざ、そんな、言ったら個人の人が払えるような金額で提供してあげる意味が全くないので、検索順位が上位、1から5位とかにいたら、キーワード点って大きくは間違ってないでいいでしょうか。あ、全然関係ないです。これで言うと。うめっちゃ申し訳ないですけど、全然関係ないです。 あの、稼げてるんだったら間違ってないっていう認識でいいですけど、これね、ちょっと前に会った人も同じようなこと言ってました。なんか自分なりにキーワード選定して記事が出てて、ある程度クリック数とかも増えてたりとか、検索順位も上がってたりするから、別にそれでいいのかなって思ってたら、うちに頼んだら全く間違ってた。まあ、それこそ長行きの飛行機に乗ってたっていうことに気づきましたって言ってる人がいました。それ直接対面で会った時に言われました。あー関係ないです。結構ブログあるあるなんです、これ。 あの自分のブログが検索上位にいるのでなぜか稼げませんとかアクセス全然ありません。どうしてですかそれ答えは商品売れるようなところで記事書いてないから。なんで本来で言えば、ほんまにそのどのぐらいの記事書いててっていうのはわかんないんですけど、ある程度の記事書いてて、それがある程度検索順位の上位にいる、1位から5位にいるんだったら、それ売り上げが立ってないとおかしいんですよ。 だって1位から5位で売れ値がってないやつ、どうやって売れ値がっていくのって話じゃないですか。それ以上上なんてないんだから、1位とかってなってるんだったら。まあそれが1個とかだったら、まああれかもしれないですけど、2あるんだったら、そもそもキーワード選定は大きく間違っています。だって上位にいても稼げないようなものになってるわけで。これです。これ。ブログ。ブログあるある。ブログ初心者あるある。なんでいつも言うんですけどね、キーワード選定の話とかで。その、いわゆる、 まあ制約キーワードみたいなところって競合が強すぎるんで、すごい競合が弱そうな個人ブログがいるようなところで切り替えてるんですけど、それはそんなキーワード選定の仕方してたら上がるかもしれないけど稼げるわけないじゃん。だって収益を上げるためにと読者の方を向いてキーワード選定してるかって全くキーワード選、そんな、ね、読者のことなんて考えてない。原則結果とか SEO だけを見てやってるわけなんで。でしょうね。言ったら、本を書くときに、<laughs> まあ本はなかなかね、書く気がないと思いますけど、あの本を書くときに、 例えば、チャット GPT で本書くっていうときに、チャットの本いっぱい買ってきて、どの本にも書いてないことを、とにかく自分の本に書こうみたいなもんですよ。え、でもさ、その結果、そのチャット GPT の本がいい本になるかって言ったら、多分全く何の役にも立たない本になるわけですよ。だから、それこそチャット GPT とはっていう話は絶対いるわけじゃないですか。どの本にも。でもこれを避けるなんてことをしてしまったら、チャット GPT とはがわからない本になるわけです。 だから読書のことを考えてればそれは絶対に必要だっていうのが分かるんですけど、読書のことを考えてないとそれが必要かどうかっていうのがほんまに分からなくて、その結果出来上がるものがいいものにならない。なんで、もうちょっと、例えば競合が強いところで勝とうと思っても勝てないし、度収益上げようと思っても上がらない。だってか、そもそもキーワード選定に正解も不正解もないんですけど、その、さっき言ってた、長生きの飛行機に乗ってるよね、みたいなのは、まあ、うちだったらそのキーワード選定しないなっていう話です。まあ、キーワード選定ないけども人によって違うんでね。ほんまに。 あれなんですけど、正解不正解つけられるようなもんじゃないんですけど。ただ、いわゆる、その、なんだろう。例えばじゃあ、クレジットカードでブログを作ろうとしたときに、クレジットカードって、なんかの SEO のツールに入れて、出てきたキーワード引っこ抜いて、それを検索順、検索数見ながら、なんかグルーピングして、みたいなやり方をしてるんだったら、そのやり方はやめた方がいいっていう話です。うちは全くお勧めしてない。まあ、理由はさっき言ったのと同じです。もう、読者のことなんて1ミリも考えてないからって。その結果、 出来上がるブログが誰の役に立つんだろうって、そんだけたくさんの記事を一体どんだけの時間をかけて書いていくんだろうっていうことです。だからユーザーファーストっていう言葉はよく聞くと思いますけど、全くユーザーファーストじゃない。だってユーザーのことなんて考えてないんだから。ファーストも何もないじゃないですか。考えてないもので。昔のブログ運営です。だからこの運営で、えっと、いけるのは、えっと、大企業ですね。まあ、大企業じゃなくても、まあ企業です。それはドメインが強いからです。ドメインが強いからそういう選び方でも SEO 上がりやすいんで。だからめっちゃ、 いろんなキーワードを上げて、集着バーンってしてきて、まあ、一個一個のキーワードで集まってくる人っていうのは薄いかもしれないけど、まあ、大量のに集められるんで、そこで商品とか売っていけるっていう。でも個人の人はそんな戦い方できないんです。そもそもね、そんなたくさんのキーワードを選んできて、記事書くって、もう10年とか20年とかか,かっちゃいます、ね。そうやっで記事書こうと思ったら。で、それで上がるかって言ったら上がらないわけです、ね。だって新規ドメインだから、ドメインパワーがとにかく弱いから、企業に比べて。 戦略とかそういうのを考えるのは本当に大事なんで、どういう風に勝とうと思ってるのっていうのは、言語化した方がいい。ちゃんと。まあ、なので、キーワード選定とかね、間違えてる人も多いので、ああ、間違えてるなって思いながら見てますけどね。<laughs> その、頼んでくれてる人はあれなんですけど、ハンズプラスとか頼んでくれてる人はもちろんうちがやるんで、そんなめちゃくちゃなものにはならないんですけど、まあ、キーワード診断みたいなこともしていたりするので、興味ある人は申し込んでください。それはあくまでハンズプラスのメニューにはなりますけど、別にキーワード診断してキーワード問題なかったな。 キーワード選定のお金とか別に取らないんで。損することはないですね。まあ、ただ、今やってるので、行くと、ほぼ100%キーワード選定しますけどね。っていう感じですか。まあ、内部リンクとかいろんなことも考えながらやんなきゃいけないんでね。サイト設計とか。まあ、まとめ記事とか詳細記事とか記事群みたいな話をしてますけど。まあ、トピックラと言ってもいいんですけど。 そういうのも考えていかなきゃいけないんですけど。だから別にサジェスト見るなとかそういう話ではないんだけどね。サジェストいくらでも見ていいんだけど。でもサジェストだけでキーワード選定できるんだったら、ほんまに誰もキーワード選定で困る人なんていないと思わない。いつも言ってるみんなと同じことしてたら、お金稼げないよっていうまさに典型なんですけどね。そうじゃないですか。サジェストで、サジェストのキーワードの検索数を調べて、それをグルーピングして作っていく。それ誰でもできるんじゃない <laughs> そこまで。まあ、てかみんなが結果が出てないっていうのがまあ全てなんですけどね。多分そのやり方してる人ってすごい多いんですけど。でも結局ほとんど人はうまくいってないわけじゃないですか。じゃあそれうまくいかないやり方なんじゃないそのやり方を続けるっていうのはどうなんだいと思います。あ、ちなみに、じゃあ気晴らせんってどうするんだっていうのはもう動画見てください。気晴らせんっていうのは動画出してるんで。ま、あそのやり方はだから真っ向から否定する気もないですけど。いや、否定してるんだけど。<laughs> おすすめはしてないけど。ま、あそれも一つのやり方。で、僕が、 思ってる言われて聞いて悪点って言うとは全く違う。と、ハンズプラスお願いして記事も投稿してますが、まだ実績出ていないので、これから頑張りたいです。ありがとうございます。資格の勉強する時間が空いたり、ブログの方向性を示していただけたのは本当に大きかったです。自分一人だったら、一つ一つのハードル高すぎて、切り書く前に挫折していたかもしれません。ああ、確かにこれもめっちゃ言われますね。その、まあ、ブログの方向性っていうのはね、さっき言った通りで、ね、長行きの飛行機乗ってる人を富士山のゴーゴーメイ連れていくっていう意味合いで、まあ、方向性を示してるって言ってそうなんですけど、 あの、資格の勉強する時間が空いたりっていうのは、これもね、すごいあれです。言われます。テレビ、権威性とか大事なんで、まあ、誰がやってるかっていうのは大事で、資格とかっていうのは分かりやすく、ね、権威性を示せるものじゃないですかで。ブログやりながら資格の勉強するって難しいじゃないですか。だってそんなん、記事書いてたら勉強できないし、勉強してたら記事書けないわけなんで。で、どっちの時間もって、そんな、ね、 一日に全部の時間をブログとその資格の勉強に使えるんだったら別かもしれないですけど、そうじゃないわけで、ね。副業の時間がそもそも、まあ、2時間ぐらいしかない人いると思いますけど、そうすると資格の勉強と、えっと、ブログ運営。1時間1時間ですよ、1日。それってなんとかなるんっていう。いや、なんとかならんでしょ。1日1時間で取れる資格が何なのかもわかんないし、ブログそもそも1日1時間で稼げるようにならんしっていうのを考えたら、現実的じゃないですよね。だからそういうのは、まあ、その、なんていうの、うちのハンドクラスうんじゃなくても、 その作業のをどっかに出さないと、もう回らないじゃないですか、どう考えたって。誰がどう考えたって回らないじゃないですか。だから、あの、そのハンドプラスとかに頼んでもらうと、資格の勉強どうぞしててください。その間にうちが制作するんで。で、資格の勉強してても記事が納品されていく。で、よっぽど現実的だと思いますけどね。あとはもう覚悟と予算。そんなにだから、もう覚悟もありませんとかっていう、そんなに別に本気でブログで稼ぎたいと思ってないならやめた方がいいですよ。そんなお金かける必要もないし。というか、そもそも。多分それだと稼げないんで。 時間ももったいないからブログ自体手放してしまう方がいいっていうことになるんですけどまあでもちゃんとやりたいんだったらパチで何回も言いますけどその自分の今必要なものと足りてないものと何をしなきゃいけないのかっていうのは真剣に考えた方がいいのかなと思いますねだから時間がないで1日にほんまに30分とか1時間とかしか時間取れてませんみたいなパターンだったらそもそも難しいのでもっとほんまに時間を増やしてやるかブログやるそれか もう自分の時間増やせないんだったら、その作業時間っていうのを誰かにお願いしてやってもらうぐらいしかない。別にいいですよ。時給払ってフリーランス雇ってもいいし、うち以外の制作会社使ってもらってもいいし、うちに頼んでもらってもほんまにどこでもいいんですけど、単純にそれぐらいしかもう道がないんですよね。 なんか割とその時間に対して厳しいと思うんですけど、僕他の人より。なんでかって言ったら自分が絶対にそんな時間じゃあやろうと思わないからですね。まあもしかしたらね、1日30分でも結果出るよっていう人もいるかもしれないですけど。じゃあ自分がブログとかアフィリエイトで今から収益出そうっていう時にじゃあ30分でやるんですか絶対やらないから。それで収益出すってもう難しすぎる。昨日も言ったけど、その時点で超ウルトラスーパーハードモードなんで。 そんなやったことない人がそれができるとは思えないから、今の自分だったらできると思いますよ。そりゃ30分でっていう、1日30分でっていう縛りで。あ、ちなみに、じゃあどうするかっていうとですね、僕だったら、えっと、一旦、まあ、これは、<laughs> あの、手前みそになるっていうか当たり前なんですけど、えっと、うちのハンドプラスになります。もうこれは絶対投げる。まあ、中で働いてるから、やっぱりどのぐらいちゃんと作ってるかっていうのがわかるし、それがどのぐらいの価値があるっていうのがわかるので、僕は絶対にハンドプラスになりて、コンテンツ制作は。 あとの時間は、絶対ヒリンク営業で全振りです。もうそれ以外やんないです。それが一番手っ取り早いから。えっ、ー、と、法人の営業しまくります。これ個人でも同じです。僕は今個人でやって、副業でやったとしてもそうします。それならワンチャンある。だってコンテンツの制作はできるわけで、ね。あとはもう一生営業し続けます。まあ、それはディライトとかね、修正過失みたいなのはするんですけど。たぶん30分までいくとな、1日2時間とかあるんだったら、営業と修正過失を同時並行でっていうこともできるんですけど、多分三30分だともう修正過失難しいから、 だったらハンドプラスの品質を信じて、それはもうそのまま公開してやって、あとは営業に全振り。で、順位が上がってきたものがあったら営業よりリライト優先してやっていく。ならワンチャンぐらい。まあこれを実際やるかどうかは別にしても、まあ、何が言いたいかっていうと、結局30分しか時間なくて自分で全部のことをもう無料でやるみたいなことはどう考えたって考えられないから、じゃあその分どうするっていうのを考える。別に、あの、この選択肢として、 あの、いつも言ってるんですけど、そのチーム戦でやろうねっていう話もしてるじゃないですか。だから別にそれでもいいんですよ。仲のいい友達捕まえてきて、頼むからやってくれって、土下座してお願いしてもいいんですよ。その人の手伝ってもらっても。頼む無料でやってくれってお金ないから。まあでもむずくない自分がじゃあお願いするってなった時に誰にお願いするかっていねえもんなお願いできる人。まあ一旦奥さんに頼むから。みんな忙しいわけでそんなね、お金も払わずに無料でやってくれる人がいるかって。いないんで。 まあ、あの、無料、その、友達じゃなくてもね、同じようにブログで稼ぎたいけど、うまくいってないっていう人同士で集まってやってもいいんですけど、まあ実際にそうやってやってる人もいるんでね、それでもいいですけど、まあでも現実ね、そういう人を捕まえてくるっていうのもなかなか難しいし、あの、揉めるパターンなんで、だいたいそのパターンは。それぞれの役割分担とかそういうのがすごいしっかりしてるには別なんですけどね。だから何が必要で、どうしたらいいのかっていうのを考える。もうこれはブログも他のものも同じなんですけどね。 全く同じ他のビジネスも他の副業もこれはセドリだってそうですよウェブライターもセドリも全部そうチャンネル登録よろしくお願いします